小秋は日本の実業家、技術者。東京電力ホールディングス取締役、代表執行役社長。エコキュートの開発により、恩主発明賞受賞。神奈川県川崎市出身。神奈川県立多摩高等学校を経て、1988年、東京工業大学工学部社会工学科を卒業し、東京電力に入社。 東京電力では営業畑を歩んだが開発も手掛けた。電力中央研究所の技術を応用した CO2 ヒートポンプ給湯器の開発を提案し、1998年には伝送を訪問して協業を開始。伝送と共同でエコキュートの開発を手掛か,かるなどし、2010年には発明協会から恩師発明賞を受賞している。 2004年法人営業部ソリューション営業センターソリューション第2グループマネージャー2005年法人営業部ソリューション営業センター産業エネルギーソリューション第2グループマネージャー2007年法人営業部産業エネルギーソリューション部産業ソリューション第2グループマネージャー県都市エネルギーソリューション部2008年法人営業部都市エネルギーソリューション部都市ソリューション第1 グループマネージャー県産業エネルギーソリューション部。2009年から広瀬直樹神奈川支店長の下で、神奈川支店営業部エネルギー担当部長。2011年神奈川支店営業部長。2013年、法人営業部都市エネルギー部長。2014年、法人営業部都市エネルギー部長県都市第7営業グループマネージャー。2014年。 カスタマーサービスカンパニー法人営業部長2015年常務執行役カスタマーサービスカンパニープレジデント2016年東京電力エナジーパートナー代表取締役社長兼商品開発室長東京電力ホールディングス取締役数度ドみ取締役会長と差し違えて退任した広瀬直樹に代わり2017年史上最年少で 東京電力ホールディングス取締役代表執行役社長に就任。理系出身者が社長に就いたのは第二大社長の高井良太郎以来59年ぶりだった。ありがとうございます。